森永さんと新人さんの考えは、拮抗していると存じますが、ヒロキさんから今一度お伺いしたいです。森永さんは、アメリカで一回リセッションがあって、世界中結構株価が下がって、いろいろ大変なことになるよね、っていうのなんですけど、森永さんの言う規模まで行くかどうかわかんないですけど、僕でも前からアメリカ初で一回不景気になるよっていうのは、去年あたりから言ってて、未だになってないんですけど、ただ、いつかタイミングでなるとは思ってるんですよ。で、ただその時に、じゃあどれぐらいで戻るかって話で、で、じゃあリーマンショックとか、じゃあブルーマンデーじゃねえ、ブラックマンデーとかアメリカっていろいろあったんですけど、でも結果として SP500 って30年とかの単位でいくと上がってるんですよ。で、森永さんって、人生の単位が1年なんですよ。要するに2年ぐらいで寿命が来るよねと思ってらっしゃるし、で、実際じゃあがんになってる状態で5年、10年生きられるかっていうと、やっぱり難しいよねっていうので、なので自分の人生を整理するという意味でもポジションを持たないっていうのを選ばれたんですけど、でも今じゃあ20代、30代の人だと、あと30年、40年生きるんですよ。で、じゃあ30年っていう長期で見た場合に SP500 って、今のところ30年経つと必ず株価上がってるんですよ。戻るんですよ。なので、新 NISA っていうのは、儲かった時に税金を払わなくていい仕組みなので、なのでもう何も考えずに NISA 入れっぱなしにして、で、引退する頃に多分3、40年経ってて、で、結果として入れっぱなしでも増えてるよねっていう形の方がいいんじゃないかなと思うので、なので30年、40年という単位で見るのか、5年、10年という単位で見るのかで話が違うんじゃないかなと思います。